フィギュアスケートの元世界女王安藤美姫さん30が10日フジテレビ K バイキング月から金曜前 11.55 に生出演。グランプリ GP ファイナルの女、ここで日本勢として20.05。年の浅田真央以来となる GP デビューシーズンでの優勝を果たした木飛田凛香16関大 KFSC について現休止した。木飛田の今後について安藤さんは自身の経験を問う前ホルモンバランスが落ちついてくると体もそれにともなってきちうんと整ってくる。私は GP シリーズで優勝したと日は19歳で一つ成長できたと思えた時期だったと説明した。木飛田をアスリートの感だと思うと絶賛する。一方競技に臨む姿勢の違いを今日調子私タプライベントが楽しければスケートもよし本当に真逆と感心していたし号は振り変らない。